の小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。今日は放火監視センサー、これを使ってですね、その作動についてご説明していきます。放火監視センサーはですね、炎の中の、紫外線、これを検知してですね、音響を鳴らす、そういったシステムになってて、火気厳禁の場所やですね、禁煙の場所、そういったところに設置するとですね、非常に効果を発揮します。これですね、電池の方、電池式になってるんで、中に入れてですね、実際作動について確認していきましょう。ではですね、セットしましたので、こちらでですね、炎に含まれる紫外線を検知して、音響と、点滅で知らせる、そういった形になるんですが、実際作動試験していきましょう。ではですね、ちょっと炎を、当てて、作動させてみます。こういった形の音が鳴るんですが、もう一回してみましょう。いきます。こういった形でですね、放火監視センサーは、炎をですね、の中の紫外線を検知すると、今のような音響とですね、点滅で、そういったこう状況を、知らせる、そういった装置になります。